それ乗り越えるためにどうするかってなった時に結構形だったりとか、緊張感だったりとかにちょっと固執してしまう部分があると思うんですけど、まずやりたいようにやりたい、やりやすいようにやってあげるっていう時間を作ってほしいです。悩む前に、まあそうだな、入る入らないじゃなくて多分結構言ったと思うんですけど、入る入らないの前に飛ばす状態をまず安定させるっていう時間を作ってあげる作業を多めに取ってもらうのが一番かな。どうしても入れたくなっちゃうと思うんです、ブル入れたいなと思ったら狙っちゃうと思うんで、仕方がないです。そういう時は狙ってください。ただ狙わない時間も作った方がいいなって言ってたなと思って、騙されたと思ってちょっと作ってあげてください。10分でもいいから。で、本来だったら練習の 80% ぐらいは飛ばすぐらい、飛ばすだけの練習をしてもらう方が体に優しいので、多分そうですね、体に厳しい練習をいっぱいみんなしてるんじゃないかなっていうイメージが、まあ、前回もそうなんですけど強かったので、まあ、とにかく最初は楽しんで、で、うまくなってきて迷ったらまず楽しいところに戻すために飛ばすだけの練習をしてあげるっていう作業を忘れないであげてください。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。